グループの視聴者の皆さん、こんにちは。10月23日にリンゴルフのプロアマを開催します。私たちとぜひ一緒にゴルフをしましょう。10月23日お会いできるのを楽しみにしています。詳細は概要欄をご確認ください。15番パー4です。フェアウェイ右ラフですが、フレンドリーキックでフェアウェイに戻ってきました。このホールはアゲインストになっています。よいしょ。フェアウェイ右フレンドリーキックで左に跳ねました。フェアウェイ左、あ、カート道で跳ねて左ラフです。第2打地点15番ホール、志村選手は長所つま先上がりのラフです。135ヤード。長所右に出てます。バウンスが悪く右に跳ねてしまいました。右側は少し砲台チックになってます。残り30ヤードぐらいでしょうか。距離が残ってしまいました。竹内未来選手115ヤードアゲンスト、7、8ヤードプラスする必要がある。風が吹いています。これもちょっと右に出ています。跳ねると、あ、グリーン乗りました。ナイス。有本可憐選手、ピンに向かってまっすぐ飛んでます。ナイスショー、バーディーチャンスです。志村選手あと 1,2 ヤードでオンだったんですが、バウンスが悪く砲台下に落ちてしまいました。125ヤードのアプローチです。さあ、しのぎきれるか。届くか。ちょっとショートでした。かなりフックしました。かなりのフックラインの寄ってきたか。スタッチですが、それでも届きません。綺麗なグリーン、タッチを合わせるのが大変です。そう思いグリーンで、これもショートです。タッチが重い。さあ、志村選手パーセーブできるか。重い、重いです。ナイスパー、ナイスパー。さあ、16番、ピンの右、グリーン右にナイスオンです。リンゴルフューチャーズトーナメントはカウントバックシステムなので、16番から大事なホールになっていきます。お、筋ってます。距離は筋ってます。ナイスオン。ちょっと短い、ちょっと短い。風がかなり強く吹いています。ちょっと右に出ました。バンカーでしょうか。あ、バンカーに入りました。右バンカー。志村選手、左
非常にやばい状況になっております、こんな感じです。さあこれを出せたら素晴らしいショットになりますが、やばくない？これはなかなかないよね。見えないんだけど。でも前回のトーナメントは5センチ埋まった子いたよ。5センチ埋まってんだよ。見えないんだよ。でも見つかったんだけど、ボール。なんで見つかったの？一人の子は見てたの。ああ、そういうことね。うん。どうやってやるのこれ。おお、それは無理。ん、ナイスアウト。ナイスアプローチ。佐竹内美大選手。超フックパットです。下り、惜しい。ナイスタッチ。残念ながらアンラッキーな大目玉でダボになってしまいました。ナイスパ、ナイスパ。17番です。カウントバック、大事なホールです。超池絡みのパー5です。ちょっと左に引っ掛けてます。左の落ちてきてない。落ちてきました。落ちてきました。見えた。左。さあ有本カレン選手、ホールでこの間入った。いや大丈夫、大丈夫。フェアウェイ右にナイスショットです。あれあんな感じで入った。え、本当に。それ最悪すぎません？今のは大丈夫だよ。本当にあれ、あそこ池なんですよ、見えないところ。ああ、あのもうちょっと右行ったら池かもね。これもちょっと左ですが、木に当たるか。木をくぐってバウンドよくカート道です。セカンド地点に来てます。つま先下がり、レイアップするのも大変なショットです。ちょっとフックがかかりすぎたか。見えた？ボール跳ねて、あ、カート道、白杭の中入っちゃった。え、白杭の中入っちゃった。サイトリスト55から。じゃあ暫定で、これはちょっと右、 あれは池かな。ちょっとあれ怪しいですか？怪しい、池。ちょっと左ですが、キックライト。あ、出てきました。右側に出てきました。うん、ナイスレイアップ。大丈夫かな。飛びすぎてないと思うけど、大丈夫だと思うけど。結構自然だから。うん。ナイスレイアップ。2打目のボールは、OB から転げ落ちて、セーフゾーンに、インバウンドに戻ってきました。
でも低い玉で攻めないと木の枝が邪魔になります。お、うまく打ちました。どうか。めっちゃうまい。おー、ナイスショット。スーパーショット。自らを褒めております。ちょっと奥行っちゃった。自らを褒めております。ちょっとこれなってんのがやばいです。スーパーショット。あー、ピンチ。さあ、サードショットです。さあ、風を呼んでるか。筋いってます。距離は。ナイスショット。ありがとうございます。さあ、現実の風を読めたか。ちょっとショートか。でもナイスオンです。17番ホールグリーン上に来ています。竹内未来選手、超つま先下がりの前に枝があるどん底のシチュエーションからのスーパーショットでした。下りのスライスライン10メートル。おー、止まらない。速い。ここの下りは 50% です。ちょっと打ってしまいました。かなり打った。惜しい。さあ、パーセーブなるか。おお、ナイスパーセーブ。素晴らしいアップアンダウン、ナイスアップアンダウンでした。ナイスパー。